トプロでトレーナーさん。はちゃめちゃ MV 好き。うまぴょいの後継繁殖楽曲、作詞の人、名前調べても全く出てこないんで、うまぴょいの人が別名義で作ったか、作詞するときに人格が分裂した可能性あるな。ワンちゃん阪神二軍監督説ある。みんな表情コロコロ変わって可愛いね。あれ音が出ない。人を頼るのは大事。どけ、俺は音響さんだぞ。どうして生まれてから大人になった時に音響さんになろうと思ったんだろう。音響さんになったら馬娘ちゃんに認知してもらえるってマジ。よい、よーよいのよい。よーそこのよいの俺のよいことを聞いてくれ。竹原どうすんとる好き。ドドハラピスどうすんの好き。真原貴弘好き。浴衣は共通衣装で全員着用可能です。ジンベエもお付けします。神かな。浴衣好き。浴衣娘をプリティダービーするためにこの世に生を受けたのを今思い出した。でも胸部走行薄い人の方が浴衣似合うんで、でかい人はジンベエを着てください。呆れたな。今時流行らんぞ巨乳差別など。ここ苦しいほど好き。大好き。一生ひょっこりしてほしい。ローレルは物陰からひょっこりが似合うわね。ヨシカゲも物陰からひょっこりしとるし、ごま足草かもしれんな。必ず爆死させる。どうすんの。ゴルシダイブ。フライングゴルシプレス。6万大観衆がどよめく。フランス遠征中崖にダイブさせられそう。森に置き去りにされそう。単色背景が多いので切り抜きやすい。自分からブルーバックになるの偉いね。よくよく考えたらトプロは実装していきなりこれを歌って踊らされてるのか。過酷なスケジュールだな。まあ実装してない頃から歌って踊ってたし、これくらい余裕でしょ。あれ誰もやってない。これになりたい。これがライブの装飾として許可が出たってことは、理事長は自分がマスコットだという自覚があるってことか。理事長による暴力シーン。 PTA 案件。避けられた事故。音響さんも美術さんもやらかしてて草。何見てよしって言ったんですか。今宵星がまた。でも可愛いから OK です。星は多ければ多い方が良いですからね。熱き星たちよ。ピエン娘。絵文字娘。言ってる場合かーいは汎用性高そう。後ろの謎煽り好き。どすんの。姫顔トップロードさん。口みたいなプリしやがって。ハサミみたいな前髪しやがって。クリクリ坊主定期。これでいつでも好きな時にクリが向けるね。って言ってる場合かーい。どすんの。あー、中山がぴょんぴょんするんじゃ。中山はセンターにしても面白い。君ら普段そんな顔しないだろ。後ろの謎煽り好き。謎ブートキャンプ好き。これ馬娘知らない人に音なしで見せたい。特にオチはない。せーの、ビクトリー。